3曲まだ、まあ、短いですけど、そんな緊張なさらないでではもう絶対皆さんよくご存知のパリの空でした。
私の看板曲、この曲を聴いたら私を思い出してくださいね、おしゃべりクッキングのテーマ、元町チャチャでした。自分の曲になりますね。毎日かかってますから、またね。今最近ちょっと上沼さん機嫌が悪くって、関西テレビと喧嘩して、番組一つなくなったんですよ。おしゃべりクッキングを続けてくれないと、こういう時に私のネタがなくなるということで。はい、では、最後。